荒川区では区の芸術文化振興を図るため、平成19年度に東京芸術大学卒業修了制作作品立体部門荒川区長賞を創設。東京芸術大学や大学院を卒業修了する方の作品の中から優れた2作品を選出し表彰。これまで受賞した作品は図書館や公園など区内各所に展示されています。このコーナーでは区内にある彫刻・工芸作品をご紹介します。今回ご紹介するのは東大府本町通りふれあい館と障害学習センターにある2作品。1つ目の作品は16時23分令和3年度東京芸術大学卒業修了制作作品で第16回荒川区長賞を受賞した作品です。制作者は萩原睦美さん。材料にはガラスが使われています。制作者の作品説明コメントをご紹介します。自身にとって日々何気なく過ごす中で大切にしたいと感じている記憶の中の時間をガラスと写真と言葉を用いて表現を行った。モチーフは太陽が西の空に沈んだ後東の空に数分間だけ現れる紺色の地球の影とその上に現れるオーロラベールと呼ばれるピンク色の帯状の光を自身の実際の記憶をもとに制作した。ガラスの器は記憶を内包させとどめる形として捉え、器を覗き込んだ時に空に囲まれている状況を想像できる作品を目指した。また実際に撮影した写真の表現と空気、温度、湿度、匂いなど視覚では伝わらない感覚を言葉で表現した。さまざまな感覚で記憶の中の時間を感じてほしい。続いての作品はピエタ。令和3年度東京芸術大学卒業修了制作作品で第16回荒川区長賞を受賞した作品です。制作者は平光子さん。材料にはクスノキが使われています。制作者の作品説明コメントをご紹介します。一匹の青い獣が白い布を手に取りうつむいています。顔を近づけそこに残る匂いを確かめているようです。一体いつからここに座り込み何を思っているのでしょうか。哀れみ、慈悲を意味するピエタ。十字架から下ろされたキリストを抱きしめる聖母マリアを表す言葉でもあります。聖書の物語の中でキリストは救世主でしたが、マリアにとっては一人の大切な息子でした。愛する存在を失った深い深い悲しみと止めどなくあふれる慈しみ、たとえすぐに立ち上がることはできなくてもただ痛み、共に過ごした記憶を反芻する姿を静かに表現したいと思い、この作品が生まれました。モデルは作者と暮らす老犬です。聖書の内容を知らない方も青いまつげに隠れた瞳を覗き込み自由に物語を想像してみてください。悲しみに暮れる心にそっと寄り添える作品になれたら嬉しいです。今回は東大府本町通りふれあい館にある16時23分と障害学習センターにあるピエタ2つの立体作品をご紹介しました。